今日のゲストは服飾評論家の落合正勝さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。落合さんはつい最近、男の服装おしゃれの基本という本を書きになりました。この本は一言で言うとどういう内容なんでしょうか。まあ、西洋ではごく当たり前のことなんですけども、日本の方たちがよく分かってないエピソードがたくさんあるんで、それをまとめて、おしゃれのなんか真髄みたいなものが伝わればいいなという感じで、はい、実は落合さんは今年初めの頃にも出ていただいたんですけども、はい、その時は世界の政治家のですね洋服を実は採点してみたんですが、はい、まあ、その時にブレアさんとシラクさんは非常にいいと、ところがどうも日本の橋本さんはちょっとその三つボタンが合わないという話をですねして、そう言ってましたらやはり首相にはなれなかったという、まあそういうエピソードがありますけれども、そして今日は第2弾政治家の服装、ちょっとこれを見てみたいなと思うんですが、そのまず政治家の服装の条件というようなものあるんでしょうか。そうですね、不特定多数の人たちの前でいつも登場する必要のある方たちっていうのは見られるために着るっていう意識を常に持たなければならないと思うんですね、はい、でかつて英国のハーディ・エミス卿女王陛下のデザイナーですけども、エリザベス女王にもう少し派手なお召し物をと進言した時、女王陛下はその私が見られるために服を着ているんですと答えられそうなんですね、で非常にうんちくなる言葉で、女王陛下の言葉の意味はいつもたくさんの人たちが自分を注視している、だから私は目立つ服より上品な服を着なければならない、そう解釈してるんですね。つまり見せるための服ではないと、いうことを言ってるってことですか。そうですね、男の服装っていうのは服装に全然構わない人と、見られるために着る、見せるために着るがあると思うんですね、それで見せるために着るになると、ブランド志向になりがちになる、でネクタイを非常に派手なものにしたり、まあ、演歌歌手の舞台衣装がいい例なんですけども、で見せるは自分が中心なんですね、いつもね、で見られるっていうのは他人の印象に頼るわけですね、だからここら辺を理解してないと服装を間違えるという、でそこら辺が一番日本の政治家に欠けてるんじゃないかなというと思ってます、でスーツっていうのは単なる服ですから、物体で、まあ、バケツと同じなんですね、でただバケツと違うところは人と一体にならなければならない、で一体になって中に収容された人となりを表現しなければならないっていう使命があるわけですね、だからそれは人が着て初めて服装になる、だから我々は服を選択するという意識よりもいつも服の中に自分が収容された状態を考えて、それで服を選ばなきゃいけない、なるほど、非常に大切なことなんですけども、そうすると政治家が着るそのスーツと言われているものは、一言で言うとどういうスーツがいいってことだろう。まあ、いわゆるクラシックスーツなんですけども、クラシックスーツっていうのは自分自身の正当なポジションを対外に示すスタイルのことですから、それを着ているだけで一目で、あ、政治家だなって分からしめる服、例えば G7 の各国首脳が着ているスーツですね、で具体的には国際舞台で通用する交渉や礼節ごとに適する、上品で実用的、で情報発信がしやすい、っていうのはそれを着ているだけでどんな人か分かるというですね、で相手に安心感と秩序を与える服ですね。なるほど。でこれは見てる側が安心するんですね、安定感を覚えるんですね、でこれに対してデザイナースーツの服は非常にイマジネーションで成立してますから、例えば同じ絵でもピカソとポップアートのアンディ・ウォーホールぐらいの差があるわけです。なるほど、まあ、具体的にですね、日本の実は政治家たちのですね、服装チェックをちょっとしてみたいと思うんですけれども、ここに写真があるんですが、まず小泉さん首相になられましたけれども、その小泉さんはここですね、失礼しました、ここですね、以前この番組に出させていただいた時に小泉さんは悪くないと申し上げたんですけども、最近よく見てますといささかちょっと見解が違ってきまして、これ就任前と就任後は変わってません、形としては色だけですね。あ、そうですか、ただテーラーメイドだと思うんですけども、テーラーメイドにしては割と扁平だなという、胸のあたりが平面的ですね。そうですね、胸のところのこのボリューム感がちょっとないっていう感じがしますよね、ただなんか色はすごくいいなっていう気はします。これ小沢さんの服、これ一番よくわかるんですけども、この胸にこうドレープって自然のシワが出るんですね、これ自然のシワなんですね、ここに立体感がありますね、非常に、
でこれは非常にいい仕立て服なんですけども、うん、小泉さんそれに比べると割と扁平で、それとこのゴージラインってここにありますね、あの上襟と下襟のこの境がゴージラインなんですね、はい、このゴージラインが下にちょっと下がりすぎてるという、ああなるほど、でこれは10センチから11センチぐらいあると思うんですけども、はい、威厳を持たせるためにはゴージラインが皆さん、あんまり意識しなさってないんですけども、ええ、このゴージラインが上に行けば行くほど、威厳が出てくるんですね、ある、はい、なるほど、うんうんうん、この小泉さんの着てるスーツっていうのはこれはどういうスーツですかね、これはあんまりオーダーメイド、オーダーメイドと思うんですけども、あまり上手じゃないオーダーメイドのような気がしますね。もし上手にするんだったらもうちょっと胸のあたりのボリュームが、はい、立体感ないですから、はい、はい、写真だけでもその立体感は出るはずですから、まあ後ろに並んでる何人か C さんとかですね、鳩山さんとか、はい、現国会で頑張ってる人たちがたくさんいるんですが、はい、この中で、質的にまあまあと言われて思われるどの方ですか。一番上手なのは、はい、この写真に関しては小沢さんですね、はい、小沢さんですか、はい、小沢さん先ほど申し上げましたけど、ちょっとボリューム感があってこうあるんですね、はいはい、それからどうでしょう、それと C さんですね、 C さん、はい、C さんもかなり C さんなかなかいいスーツ着てますね、このゴージラインかなり上ですね、ほら、はあはあ、なるほど、クラシックなスーツですね、見えますでしょうか、このところにラインがあるんですが、はい、これがかなり上だということですね、はい、C さんいつもこんな、ね、いいのを着てましたですかね。いや C さんはそういう時もあるし、そういう時じゃない時もあるんですけども、この時はだから国会質問なんでかなりいい、洋服着てたってことですかね。服は多分既製服だと思うんですけども、うん、コーディネートが非常にこれ沈み込んで落ち着いてますね、濃紺のスーツにこれブルーグレードシャツだと思うんですけども、はい、シンメトリーの小さな柄の紺ベースのネクタイ、はい、これは非常にクラシックで政治家の服で合ってると思うんです。合格、はい、C さんがだから服全体の中にうまく収容されてるなっていう感じなんです、ね、なるほど、はい、それからこちらの方はどうですか、神崎さんあたりどうですか。神崎さんカップがいいんで非常にスーツが似合うんですけども、これ規制だとしても規制か服かよくオーダーか分かりませんけども、そのレベルのだから規制でもオーダーメイドレベルの服だと思うんですね、うんうん、で神崎さんのコーディネートいつも決め込んだようなところがあるんですけども、はい、よく言えば一貫してる、悪く言えばいつも無難すぎて東米みたいにつまらない、うんうん、学校の先生みたいなんですね、あーはーはー、だから男の色気とか艶みたいなものが出すんでしたら、うん、もう少し例えば白いシャツの代わりにブルー系のシャツとか、うん、それからピンストライプのようなスーツが似合いそうだなって、うんっていう感じがしますね。この人もともとスーツが似合う体型だと思います。体型はそうですか、はい、はあはあ、もうこの方も同じですね、山崎さんもそうだと、はいはい、そして上に行って、まあ、質問した鳩山さんなんですが、これは鳩山さんは前からこの間も指摘されたように、ね、デザイナーブランドのどうもアルマニっぽいということを言ってたんですが、そうですね、この鳩山さんは相変わらずでしょうか。